どうも、トモハッピーです。動画を見てくれてありがとうございます。まだの方、チャンネル登録お願いします。はい、今日はね、久々の静岡県沼津市に来てます。行きますか。はい、行きましょう。今日はね、僕のね、親友に再会します。カードショップ経営者のあの人です。まあ、チャンネルのね、初期からご覧の方はね、ご存知の方だらけだと思うんだけど、最近はもうしばらくね、コロナ入ってからもうずっと会えてなかったからね。そうですね、うん、超久しぶりです。めちゃめちゃ久しぶりだね。約2年ぶりだよ。嬉しいな。なかなか仲いい人と2年も会わないってない。まあ時勢的にそうですね。ね、しょうがなかったとはいえ。さあ、マジックザギザリングやってきました。マジックザギザリングに関係がある人なんだろうね。まあそうですね。マジックザギザリングのポスターとか。こんだけありますか。はい。まあね、どんな人かっていうと、まあ、カード屋さんの先輩経営者なんですけどね。はい、行きましょう。大会には持ってこい。いるかな。いるはず。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。再会ハッピー。はい、ということでね、カードショップセロさんのね、社長の加藤英宝さんです。英宝さん、お久しぶりです。久しぶりです。久々のこう積もる話もちょっと座って一緒にお話しさせてもらってもいいですか。はい、お願いします。お願いします。はい、ということでちょっと座ってね、お話しさせていただくんですけど、本当に久しぶりですね。2年ぶりですか。 ねいや、めちゃめちゃ嬉しいです。また会えて。やっぱりコロナなめずに、ここはちょっと会わんとこうみたいな感じになってましたもんね。そうですね。どうですか、その間。健康的にはお元気そうですけど、相変わらず腕痛いんですよ。腕痛いですか。はい、頸椎が神経を圧迫してるっていう、うんうんうん、2年以上ずっと痛いままです。首の頸椎が腕の神経を圧迫しちゃうらしくて、うん、腕に痛みが走るんですよ。これはもう治んないですか。蓄積疲労だっていうふうに医者が言ってるんで。ゆっくりすれば治る。コロナででも比較的ね、ゆっくりできた部分も。いや、全然ですね。ないですか。デスクワークばっかりで。あら、友原さんはどうでした。相変わらずこの性格なんで、ええ、まあ、逆張りでどんどん攻めるみたいな。テンポ増えましたよね。そうですね。大会とか開かれないとか、こうあんまり集まって遊べないっていう中でも、まあ、楽しみ方がやっぱりマジックとか幅広くて需要があるんだなって改めて分かって、逆にその今後出店していく気があるんだったら空き物件とかも多くなってたんで、まあ、ここでちょっとあの今のうちに未来のためにインフラ整備頑張ろうみたいな感じで。それで強気にこう、はい、店舗展開をっていう感じだった。そうです。やっぱ黙ってたらムード下がっちゃうんで、誰か何かしないとみたいな感じでちょっと頑張ってました。結構忙しくはなっちゃったんですけどね、僕も。でもコロナで結構お家にいる時間自体は増えたんで、それもやっぱり仕事してたりするんですけど、まあ、家族とは結構過ごせたかなって感じでしたね、僕はね。いいことじゃないですか。そうですね。はい。プレイヤーとしてはどうでしたか。プレイヤーもう全然やってないんですよ。あのちょうどですね、コロナがやってないんですか。コロナが始まる前、英宝、はい、さんと最後会った後ぐらいに、もう競技プロ引退しますっていう。あ、それは見ました。はい、動画出して。あ、でも楽しんでますよ。あのアリーナもやってますし、リアルでもまあたまにドラフトしたりとか。どちらかというと構築系のデッキのことから少し離れちゃったかなぐらい、はい、そうですね。動画撮りながら遊ぶぐらいで、うん、なんでまたあの全然ヴィンテージとか今度やりたいんですけど。アルファ40やりましょう。あ、出た、アルファ40 懐かしいですね、アルファ40。あれから2年ですよね、ちょうど、うん、ダニエルちゃんが日本に来て。そうですね。そのちょっとあと半年ぐらいしてからコロナの話がバーッと出ましたね。確かに。ダニエルが来たのが夏だったんで、 そうですね、その半年後コロナであんなに頻繁に会ってね、動画撮ってたのに、それが一気にですね。あの改めて紹介させていただくと、こちらの加藤英宝さんはね、まあ、通称英宝さんはこのトモハッピーチャンネル立ち上げ最初のね、もう1年ぐらいにめちゃめちゃ一緒に動画撮ってくれた超人気者なんですよね。そうなんですか。はい、もう一番の人気者でしたね、チャンネルの。ありがとうございます。
にして、まあ、カード屋経営者の先輩でね、カードショップセラさんを長年経営されてらっしゃって、静岡県沼津市を拠点とするね、店舗&通販ですよね。はい。で、もともとマジック専門店だったんですけど、最近は、デュエルマスターズやバイシュバルツなんかの取り扱いも始めてらっしゃいますよね。まあ、どちらかというと、でもそのあたりは、はい、もう任せっきりです。私は。ああ、そうですか。マジック一筋の男で。まあ、同じだと思うんですけれど、はい、経営者やってると、はい、結構マジック含めて触れなくなりません。まあ、そうですね。そうすると、はい、何取り扱ってもスタッフに動いてもらう感じで、うん、我々って触りたくても商品触れないっていう状況になりますよね。すごいよくわかります。そういう感じになってますね、うん、みんなカードは好きだったり得意だったりするけど、会社の裏側のこととか全体のことってなかなかできる人少ないですからね。そうです。ここも一緒だと思うんですけど、はい、触りたいって思ってても、はい、触れない。そうですね。夏ぐらいにポケモンカード専門店始めたんですけど、はいはい、その時はもうさすがにハレルヤのこともポケモンカードのことも分かってるっていう人が少なすぎたんで、自分でも勉強して結構カードを触りました。うちの場合はなんか会社のことやるのが得意なメンバーもちょっといるんで、いろいろ頼ってて、自分まだカードの方をやることもたまにありますね。ポケモンはどうですか？すごくこう新規プレイヤーが多くてですね、楽しんでる人間の数で言ったらめちゃめちゃ多くて、老若男女問わないっていうイメージが。本当そうなんですけど、はい、アクティブにポケカ楽しんでる方が200万人ぐらいいるイメージですね。マジックって言ったら今20万人ぐらいだと思うんで、アリーナとかもそんなに差あるんですか？そうですね。ただライトな方が多いっていう、入りやすくて沼底まで行く人の割合は少ないっていう感じですね。それはどの世界でも一緒ですけど、マジックってポケモン200万に対して20万ぐらいっていうのがトモハルさんのイメージですか？今アクティブで楽しんでる方でいうとそれぐらいなんじゃないかなっていうイメージを持ってますね、はい、ただマジックの場合はどんどん潜っていく人が多いイメージで、分かります。ポケカはなんかその比較的ライトなまま楽しむっていう人が多いイメージですね。でマジックはこう長年プレイする人がやっぱり多いですよね。長年ファンっていう人が。確かに年々こう平均年齢も上がってるっていう感じしますよね。みんなやめないからね、平均年齢上がりまくるんですよね。新しい若い人多少入ってきたところで平均では上がるっていう。実際ね、60歳70歳になっても全然楽しめてる自分がイメージつくんで、どうですか？エホーさんはマジック、もう生涯マジックやってると思います。やってますかね、やってますよね絶対ね。ボケでもセットランドしてると思います。確かに。僕とエホーさんね、いろんな動画やってね、かなり見てもらえた動画って今まで多かったんですけど、はい、どんなの覚えてます？特に2つあります。2つ。1つが、うん、オーバーサイズのカードで2人で対戦したやつです、はい、まさにここでやってもらいましたよね。でかいカードで、あ、ブラックロータスとか、はい、もう1つが、はい、あれマスターズ25でしたっけ。あ、カードで分かった。プレイマット、25周年プレイマットの書いてある絵柄のカードを全部揃えて、あ、それです、それです。それでなんかデッキ組んでやるみたいな、やるってやってる時に、はい、あ、これもう絶対に間違いなく私の勝ちだわって思ってたら、マインドスレーバーされて精神連続機されて、あれで死んだって分かったんですよ、はい、ネクロポーテンスあったの知ってたんで、あれで簡単に分かんない方のために言うと、めちゃめちゃ有利な状況からあなたのターンを奪いますっていうカードを使って噛み合って勝ったみたいな。それね、すごかったですね。負けたゲームの中で一番笑えるお話だったなっていう意味でのインパクトとしてあれ最高だったナチュラルにエンターテイナーでしたもんね。あとね、まあ、A4 さんのコレクション紹介動画だったりとか、あとダニエルチャンさんが来て原画を見せてもらったりとかね、アルファ40の一人回しさせてもらったりとか、そんなんもありましたよね。伸びてるとこで言うと、結構視聴者の方に未だに言われるのが、 A4 さんと虫食ってる動画が面白かった。やりましたよね。 あの後また見つけちゃったんですけどね。え、そうなんですか？なんかタランチュラと、はい、バッタ、はい、メガドンキに売ってましたよ。メガドンキ売ってた。売ってました。あ、でついつい買って食べてみたら感想は。買ってません。そういえば僕会ってない間に直接会って動画のコラボはなかったんですけど、僕の中であれ遠隔コラボなんじゃないかなっていうのがあって。どういうことですか？ある日突然長谷部がカードショップセラで1200万円の福袋売ってますって言ってきて、はいはい、1200万円みたいな、それ誰が買うのみたいな。一応見に行ったら会って、なんかそれ見て買うか買わないか葛藤する動画と買わせてもらったんですけど、はい、ご存知の通り知ってますよ。で買って開封する動画と、まあ、2本上げさせてもらって、
遠くにいながら全然会ってなくてたまに LINE するぐらいだったのに、気づいたら売り出されてて、俺に帰ったことかなと思って買っちゃっててあれどうなんですか、実際そのどんな人が買うイメージで販売されてるんですか、それとも話題性でちょっと PR みたいな。勢いです。勢いで作った、はい、勢いです。あ、じゃあ来年福袋どうしよっかっていう、例えばお店の会議なんかで、いやもう5万円、どちらかというと、はい、私とナンバー2二人で話してるうちに、福袋任せていいかって言われて、あ、はい、いいよって私が言って、じゃあちょっとこう頑張っちゃうよ俺っていう感じで、はい、なんかほっといたら、おお、すごいのが作ってるなっていう感じでした。マジっすか。じゃあ英邦さんのなんか、ただその中身についてはちょっとアイデアとして、私はそこまでそのインパクトあるもの作るならインパクトあるもの入れなきゃいけないよねってところになってから私が入った感じで、はい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 、あー、なるほど。じゃあナンバー2の方が、まあ、やりたいって言って、叩き太鼓なのどうって言ったところから、英邦さんがちょっと監修してさらに強くして売りに出されたみたいな。1200万円っていう数字が面白くてね、1000万じゃないのみたいな。これなんか干支と噛んでんのかなみたいな、12みたいな。あんまり深くそこまでは考えなかったんですけど、すごいインパクトですよ。ただ一応、はい、当然中身を開けたので知ってると思いますけれど、はい、開けさせてもらってね、動画でもシェアさせていただいて、今うちのチャンネルで一番伸びた動画ですよ、過去。あ、そうなんですか。はい、60万再生ぐらい見てもらってます。これの作ったお店の方です、社長です。じゃあ最終的にあの中身知ってる状態で売り出したんですね。ざっと言って半分ぐらいは知ってます。残り半分の部分で、そのあれってやっぱ値段が大きいので、はい、最後には、まあ、ちょっとこれもつけよう、あれもつけようっていうのが入る部分は私は分からないです。あ、そういうことですね。あと例えば主軸の部分だけは見ました、はい、後の部分はおまけつけてあげるならもういいですよっていうのを最後には任せた部分は私は知らない部分。はい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 。あといくら分はなんかいろいろ入れてあげてサービスしてみたいなのは知らないことですね。あの湯飲み入ってました、バッチリ。はい、もう多分2ペアぐらいあります我が家。いや普通にびっくりするのが、なんか朝起きてなんか妻が水飲んでるやつが先制攻撃って書いてあるんですよね。結構びっくりしますよね。あれ開けた時の感想的にどうでした？いや、めちゃめちゃ良かったですよ。そのマジックの歴史がすごい感じられて、しかもやっぱり間違いないカードがいっぱい入ってて金額を占めてたじゃないですか。ものすごくあのいい福袋だなって思いました。ありがとうございます。で動画的にもなんかすごく盛り上がる内容で、やっぱりなかなか開封してあれほどのカードをたくさん見れるっていうことはないんで、もう唯一無二の福袋でしたよね、本当に。そうですね、うん、なんかちょっと泣きそうになりましたね。ありがとうございます。なんだかブラックロータス出たみたいな。でもちょっとブラックロータス出す順番わかんなくて途中で出しちゃったんですけど、いやでも嬉しかったですよ、めちゃめちゃ。ありがとうございます。カードショップセラーで高額福袋買ってよかったみたいな。高額どこじゃないですかね、超高額ですからね。一歩間違うと、はい、中古の家と土地の金額ですよ、あれは。その買うまで何も連絡取ってないですからね。うちはうちで、うん、いきなり仕事終わって、はい、夜に、はい、あの福袋売れたんだけどっていう連絡が来て、えっ、そうそう、夜注文しました。いや、受けますね。そのお互いのね、その時間がその時連絡取ってなくても繋がってたっていうね、一つの福袋で誰買ったのっていう感じになって、ね、で注文者見たら、ああなるほどっていう。まあ何人かしかいないですよね、買いそうな人ね。そうですね、うん、いくらセラさんの信頼ある福袋っつっても。ちなみに来年は2000万円ですか、やっぱり買うんですか。いや、わかんないですけど、わかんないです。一応あの興味本位で、僕の去年でも1200万円買わせてもらって仲良かったんで、2000とかでも誰か買いたいって人いるかもしれないですよね。また物もあるかどうかですね。そうですね、その時の在庫状況っていうのはありますよね。あの時のその鑑定済みのローサス、たまたまあったんですよ、はい、ちょうどあれ、友春さん買った時が、はい、タイミングすごい良かったんですね。覚えていると思うんですけれど、はい、あのちょうど年末から、はい、1月2月にかけて突然こうブラックロータスに限らないこうパワーカードの値段がグイって上がったじゃないですか、はい、確かに結構オールドカード高騰しましたね。で今ちょっと落ち着いて、ちょっと下がって落ち着いてみたいな状態ですけど、あの時あの後上がりましたね、うん、それを含めるとあの時もう買い得っていう感じだったんじゃないかなと思って。いや本当にお買い得でしたね、そこまで考えるとね。いや全然もともとお買い得だなって思ったんです、開けた瞬間。この内容はすごくいいなみたいな。
間違いない品物で構成されてて、主な金額はしかもやっぱり福袋でお得さもちゃんとあったんで、すごいいいなと思って、確かにその後高騰してあれみたいな、あれなんていうタイミングって思いました。その時全体合わせたら多分すごいプラスになったんじゃないかなっていう気がしましたけどね。そうですね、なんか僕もこう大事にしたいカードたちじゃないですか、その後そのすぐ売れる値段をつけなかったんでまだ結構残ってるかもしれない、もしかしたら。そうですか、はい。じゃあまだ来年の福袋は検討中ということなんですね、はい、何かしらでも売りますよね、多分福袋したいと思いますけれども、まだ特にこれといって決まったものはないですね、はい、ハレルヤでもね福袋やるんですけど、あのどっちの福袋もねかなり熱いと思いますんで、ぜひぜひ皆さんご注目ください。なんか福袋告知動画みたいになっちゃってますけどね。そうですね、まあでも一番は本当にね再会できて、会ってなかった間の話もね、やっぱり LINE じゃね、経営者同士忙しいですから、お元気ですかどうですかみたいなぐらいですからね。しかも今回も急だった上に、はい、本当にネット繋がらない場所に自分がいて、それ面白いですか、ね、それ何なんですか。いや、それ聞いてもいいんですか。なんか LINE 送って、多分1週間前か10日前ぐらいに送って5日前ぐらい返事いただいたんですよね。3日ぐらい見れなかったんですよ、はい、何なんですかその携帯ネット入んない場所って。県外です。県外本当に県外。山ごもりでもしてたんですか。なんか千人修行みたいな、まあ、全然違うんですけど、その伊豆のあるところまで行くと、はい、県外になっちゃうんですよ。あ、まあ、あの前言ってたとこだ、あの海沿いの、あの辺り行くと県外なんですよ。なんかボロい古い宿なんだけど、すごいコスパが最高みたいな、ここでたまにゆっくりするんだよねって言ってた、はい、あそこですね。あの辺りに行くと、あのほとんど県外で、はい、携帯電話持っててもしょうがないんで。ああそうですね。もうちょうどそれで帰ってきて、はい、で返事を書いたって感じだったんです。なんか来てるみたいな、あれこれ今からもう数日後だぞみたいな感じですね。たまたま本当今回って、はい、今日空いてたから。あ、よかった、助かりました、言ってくれた日程が。よかったです。いやなんか伊豆の方一緒に2人で旅行もさせてもらいましたね。あの下田行った時です、ね、あ下田行きましたね。それもなんか動画にもなってたりするんですけども、何十本も動画撮らせてもらってますからね、一緒に。またあのコロナも落ち着いてきたんで、まあ状況を見ながらですけど、今後とも動画よろしくお願いします、はい、一緒に、ね、マジック楽しんだり、お話楽しんだりしつつ動画撮ってください、はい、あとね数本動画一緒に撮らせてもらって、皆さんの前に出していくと思うんで、ぜひぜひそちらもねお楽しみにお願いします。お願いします。チャンネル登録と動画の評価お願いします。そして、カードショップセラさん、通信販売と静岡県沼津市で店舗されています。チェックよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。